さあ、改めまして皆さん、こんばんは。堀江純と言います。よろしくお願いします。種子島に来たのはこれが2回目です。西の表のラーメン屋さんに、しんちゃんの友達がやっているというところ行ったんですけれども、そこになんと私のサインが貼ってありました。聞いていただきたいと思います。メモリーグラス。今夜は思い切り酔ってみたいのよ。振られたんじゃないわ、私が置いただけよ。遊びの相手なら誰かを探してよ。夢に揺られてそうよ、私は夏の今夜はいつもより夜が長いから、例えばあいつのこと憎めるとしたらば、少しは心も軽くなるかしら。揺らい揺らめいてそうよ、私は出すのみんな盗ましでも一人きり踊るのよ。でキラキラと輝くグラスにはいくつの嘘が溶けてるの。偽り僕がさえ思い出の数だけ、その歌をかけるのはやめてよ。グラスの中薄くなるから、偽りをくださいに愛した数だけ。あいつなんかあいつなんかあいつなんかただの通り雨。どうもありがとう。